はい、どうもリスキーです。今回は3月買ってよかったものを紹介したいと思います。というわけで、今回、ランキング形式ではないんですけども3月に買ってよかったものを、紹介したいと思います。まず1つ目はバッグ類、まとめて2つ紹介したいと思います。こちらのバッグは iPad を入れるちょうどいいバッグがないかなと思って、見つけて購入しました。でこんな感じでサイドはフックで留めれるようになってて、中は割とガバッと開くタイプの、バッグです。このバッグなんですけどめちゃくちゃ軽いっていうのが、まあ、軽量っていうのが、特徴です。はい、12.9 インチの iPad Pro を、入れて使ってます。まあ、中に iPad だけじゃなくて本当にちょっとした、まあ、ものっていうのをこんな感じで入れて、リュックまではいらないなっていう、本当にこれぐらいのちょうどいい、これぐらいのっていう、まあ、バッグが欲しくて、安いんで試しに買ってみたら、まあ、ちょうど良かったっていうのがこいつの特徴かな。外側にもポケットがあって、こういうフックもついてるんで、ここに、まあ、財布とか鍵とかをつけて収納することもできるし、ポケットとつながってる開閉口があります。まあ、ただ iPad は出せないんですけど、まあ、使い方によっては便利かなと思います。あとはまあ外側ちっちゃいポケットが両サイドついてるんで、まあ、ここに僕は AirPods Pro とか、まあ、こんな感じで入れて使ってます。としたポケットがあるっていうのもすごくいいなと。はい、でバッグ類2つ目なんですけども、こちらはピークデザインのエブリデイスリング10リッターです。これもなんですけど iPad を入れたくて買いました。っていうよりも iPad とカメラですね、まあ、カメラ機材を入れるカメラバッグが欲しいなと思って、まあ、バッグを探してたんですけども、僕は持ち運びするときに iPad を外出時は持ち運ぶので、iPad とカメラが入る、これもちょうどいいっていう、まあ、サイズ感のバッグが欲しいなと思って、こちらを購入しました。で、これもちょうどここにこちら iPad の 12.9 インチが収まるサイズ感です。ただ気になるところとしては、ここがね本来は閉まるんですけど、11インチだったらギリギリ閉まったんですけど、 12.9 インチだとこんな感じになるのが、まあ、少し気になるところかなというところです。であとはまあこういう感じで中は仕切りがあって、2段階に、ものを収納できる、とにかく機能性の高いバッグになってます。とにかく、まあ、使いやすいっていうのが、よく本当に考えられたバッグだなっていうのは、使ってて本当に癖になる、バッグだなと思います。これっていうのが、まあ、ガバッとこう背負ってて開くと、でそこから、まあ、こういうメモリーカード入れがあったりとか、なんせ中を取り出しやすいとか、あとは、まあ、こういうフックがついてたりとか、まあ、本当に使いやすいっていうバッグです。でそこにも三脚をつけることができたりとか、当然ピークデザインのキャプチャー V3 を取り付ける場所もあるので、取り付けて使うことができます。はい、この2つは iPad を、入れるために、購入したバッグで、2つとも1つずつ、用途がまあ違うんですけども、価格は、安いものと少し価格はまあするんですけども、機能性の高い、まあ、2つ気に入って使ってます。続いてはエアーのガジェットポーチです。よく無印良品のガジェットポーチとかを使われてる方も多いとは思うんですけど、なんか人とこう被るのがちょっと嫌だなというか、っていう人にはまあおすすめかな。あまり使ってる人も少ないんじゃないのかなと思います。中を開けるとこんな感じで、すごいこの収納力で、僕が個人的にすごくいいなと思ったのは、この背面にあるこんな場所もちゃんと考えられて収納スペースにしてくれてるっていうのが、なんかすごく痒いところに手が届く、そんなバッグだなと思ってます。で
ここにもねペンホルダーがついてて、でいく、まあ、iPad を持ってるんで、あのメモ書きはしないんですけども、まだ実際にサインをね、あの仕事柄ちょっとサインをしたりとかっていう時があるんですけど、そういう時にやっぱどうしても1本ペンが必要なんですよ。ただもうペンケースを持ち運ぶ必要もないので、ペン1本だけ裸で持つ、まあ、ペンケース入れるのもな面倒だなって思ってた時にこれがあったので、もうこれはやばいなと思って、僕にはかなりドンピシャできたっていうところなんですけど、こういう、まあ、ペン入れがあったりとか、まあ、あとはこういうモバイル、がっつりモバイルバッテリーも入るし、でここにもファスナーがあって、名刺サイズぐらいのものが入るポケットがあって、でここにも2つポケットがあって、まあアップルウォッチの、まあ、充電器を入れてたりとか、アンカーの急速充電器を入れてたりとか、ここのポケット中が保護素材になってるので、ちょっと傷をつけたくないようなものを入れるのに適してる。値段は7700円ぐらいする、まあちょっとガジェットポーチだと高めの価格設定にはなるんですけども、全然7700円の価値があるなって思える、ほんとちゃんとした作りになってるものです。ロゴが入ってて、これがまたいいんですよね。なんかこう開きやすいし、ちょっとかっこいいというか。で反対側このポケットはガバッとは開かないんですけど、こんな感じでポケットが2つあって、中にがっつり物が入れれるというような感じで、僕はこっち側にカメラ系の、まあ、レンズペンとか、まあ、キャプチャーとか、まあ、そういったものを入れてます。でさらに外側にももう一つポケットがあって、まあ、こっちにはこの前回紹介したレターオープナーですねを入れてます。荷物をねたくさん仕事から持ってかなきゃいけない、それを一つにまとめたい、で綺麗にこう収納したいとかっていう人にはかなりおすすめ、旅行の収納ポーチとしても使えるんじゃないかなと思います。これかなりいいです。はい、旅行の時やガジェット類やカメラ類の小物関係を収納できる有能なガジェットポーチです。続いてはコップにもなる小型ミキサーです。まあ、朝の時間を有効活用するために買ったこちらのミキサーは、バナナと飲むヨーグルトをシェイクしてパパッと時短して飲みたいないう時にすごく役に立つ、アイテムです。でこれは裏側のここの部分を USB でつないで充電して使えます。で付属の蓋をつけることでこんな感じでコップにもなるし、で、まあ、朝だったらコップに移し替えてそのまんま飲むと、で朝食もう一品ドリンクというか、まあ、バナナジュースみたいなものを飲むっていうのがすごく簡単にできる、まあ、おつまみ感覚にできるっていうのがとてもいいです。氷も砕けてミルクセーキだったりスムージーなんかをおつまみ感覚で作れる、便利家電です。続いてゆで調理パスタケースです。時短ができる、有能な、パスタケースです。自宅で一人で、まあ、ご飯をする時とか、そんな時にわざわざお湯を沸かして湯がいて、で7分から10分ぐらいかなっていうのをやって、で、ソースをかけて食べるっていうのが、まあ、正直面倒だなと。水を入れてパスタを入れてレンジでチンをするだけでパスタが湯がけるという、すごい簡単、これも本当におつまみ感覚に、パスタができる、そんな、器具です。こちらは茹で時間がかかるパスタを、時短できる有能な、調理グッズです。続いてが超小型ワイヤレススピーカーです。とにかく小さいのに、パワフルなポータブルスピーカーです。男心をくすぐるこういう小物系がとにかく好きで、まあ、こういうものを見るとついつい買っちゃうんですけど、こいつは本当に安くて、しかもこのサイズでめちゃくちゃ音もいいし、とにかく小さくて音はそこそこでいいやと思って、まあ、これを選んだんですけども、だから音よりも僕はサイズの方を重視しました。で思ってた以上に音も良くて、本当に持ち運び専用機として一つ持っておいて損がないスピーカーだなと僕は感じてます。とにかく小さいのにパワフル、
持ち運びするときに愛用している小型スピーカーです。続いてはエレコムの液晶用ウェットティッシュです。はい、こちらは液晶ディスプレイをきれいに仕上げてくれるエレコムのウェットクリーニングティッシュです。拭き跡が残りにくく、拭いた後もホコリがつきにくい効果が得られます。それがこいつの最大の特徴です。アルコールタイプとかだとコーティングを剥がしてしまう恐れがあるんですけども、こちらのウェットクリーニングティッシュは、コーティングを剥がさないノンアルコールタイプです。なので、デリケートな液晶ディスプレイとかにも使えます。さっと拭いて拭き跡が残りにくく、なおかつホコリがつきにくくなるウェットティッシュです。 iPad の画面や MacBook Pro の画面をさっと一拭きしてホコリが、つきにくくなる快適なグッズです。はい、というわけで今回は3月僕が買ってよかったものを紹介させてもらいました。こんな感じで僕がいいな便利だなと思うものやことをおつまみ感覚で紹介してます。今回の動画がおつまみ感覚で楽しめたなという方は評価コメントいただけると嬉しいです。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。リスキーでした。